はいどうも皆さんこんにちは、ずんだの、中の人の枝豆でございます。今日はですねもうすでに映っていると思いますが、予告しておりました長谷川 T2 を作る素組みでどこまで T2 っぽくできるかと題しましてね、これ1回じゃ多分無理なんで複数回にね、分けたいと思います。今日はですねじゃあちょっとねそのなんで僕が素組みでやるかっていうと、まあ素組みでねこんなにこの塗装もせずにね、デカールも貼らずにただ単に部品だけ組んでいくというね、まあそういう言い方があるのか僕が作った言い方かどうかは分かりませんけど、ね、そういうのがありね僕好きで、塗装というよりはねその機体の形を楽しみたいなと思っております。でこの企画をやっております。今日はねまあ最低限のねこういう接着剤とあとカッターとニッパー、ね、これちょっとプラ用ニッパーがなかったのでちょっと電工用のニッパーをお借りしてきました。でね最低限のものでね組んでいこうかなと思っております。で今回作っていくのがねこの T2 でございます。これね絵を見る限りバルカン砲を装備した後期型になっております。じゃあ開けてみます。はい、まあ、僕これもう一回すでに開けちゃってるんですけどこれね最近のプラモしか見たことない人えって思うと思うんですが青いんですね。そうなんですね T2 青が貴重ということでね、ブルーインパルスのやつはね。ということでこれになっているんだと思われます、ね、これが T2 の機体と、ね、翼とかが入っております。それであとねこうかなデカールが入っております。よいしょ。であとは組み立て説明書とかねございますね。まあわからないところはこれを見ながらねやっていこうかなと思いますね。もうしょうがないんでカッターで開けました。よっ。ね、これがねランナーですね。お、早速もう翼が入っておりますね。まあねこのキットねもうすごい古くてお値段もお安いキットなんでね金型も疲れてきてるようでちょっとヒケとかバリとかね多少は見受けられるんですけれどもまあ比較的綺麗な方じゃないでしょうかね。あーいいですね。アレスティングフックまで再現されていますね。はい、これ Amazon でおっとっと開けた際の衝撃でちょっと取れてしまってるですね。これ何でしょうかね。この部品足の部品かなこれ多分そうだと思います。あー足ですねこれ取れちゃいましたね。まあなくさないようにどっかに入れておきます。出さない方がいいですねこれね。であとはいキャノピーの部品が入っておりました。とこの商品はねAmazon の方で791円で販売されていたものを購入しましたね。 T2 のキット型が古いだけあって非常にお安いんですよね。じゃあまずこれ機体部分をねまずランナーから切り離していこうかなと思います。はい、これ1回でねちょっとプラのニッパープラ用ニッパーじゃないんで無理で切り離せないんですけど1回で、ね、こんな感じでパチパチと切り離していきます。
で、こういうね、バリなんかはね、こうカッターでちょっとずつ削ったりすると取れていきます。やりすぎるとね、地まで削っちゃうんでね、プラモ自体形が変わってしまうので、これ要注意ですね、この作業はね。で、ある程度取れたらね、どんどん進めていきます。今回はね、素組みということで、機体に傷が入っても気にはしません。まあこんな感じですかね。これ結構な箇所止まってるんですね。ね、慎重にね、切り落としていきます。あとどこだこれ、あと、ああ上ですね。ここね、翼がつくので、段差があると、ね、翼がきれいにつかなくなってしまうので、こうやって切り取っておきます。カッターの刃の背って意外に切れるんですよね、こうやって。ああ、まあだいぶ平らになりました。ああ、もう一箇所あったよ。ほ、まあ今回ね、適当にやってるんで、ね、皆さんその辺気にしないでください。まあこの動画もね、あんまり大きな編集はしなくてせずにね、公開しようかなと思っております。古いキットの割に結構よくできてますね、やっぱりさすが長谷川さん。タミヤさんのキットもね、一度組んだことあるんですけどね、あれ比較しちゃダメですね、どっちも組みやすいので。どっちが組みやすいかって言われるとね、まあどっちも同じくらい組みやすいですかね。はい、一応ね、側は切り取り終わりました。じゃあ次こっちの機体いきますか、合わせる方。ね、パチンパチンと切り取っていきます。ああ、これ嫌がらせですよね。てかこれピトー管別パーツじゃないんですね。私以前作った F16 ピトー管が別パーツで、すげえ苦労した思い出があるんですけども、じゃあピトー管にバリがあるっていうね。まあでもこのバリはね、こう慎重にスッてやってあげるだけで取れますね。はい、見えなかったか。こんな感じでね、刃先でうまいこと、ちょっとね、ちょっと雑談ですけど、長谷川さんの767のプラモデルってね、なんか前に重り入れないとね、なんか尻餅ついちゃうとか言われてますけど、本当なんすかね。なんか787とかね、なんか旅客機のプラも全般的にそうらしいですね、なぜか。
まあね、本当の飛行機じゃないですからね、プラモデルって。バランスはね、確かにプラモデル、バランスというより形ですからね。まあその辺妥協点ですかね。ね、こんな感じで削っていきます。ちょっとごめんなさい、カメラがカメラでちょっと一貫性古いので、ピント迷いつつですけど、あとどこだっけ。ああ、ありました、ありました、この後ろですね。よっ、あー、ちゃんとこのね、アレスティングフック、ちょっと白地にした方が見えるかな、ね、ここにあると思いますけど、再現されてますね。いやー、なかなかいいんじゃないでしょうか。ちょっとこんなところにバリあるの、ね、ここにちょっと切った後のバリがね、ちょっと残ってますけども、これも切ってカッターで多少仕上げてあげると、まあなんとなくいい感じに取れたかなと思いますね。あ、これ後期型ですね。映せるかな、これ分かりますかね。ここに穴が開いてて、 T2 って前期型後期型ってあるんですよね。後期型はバルカン砲がついているモデルだそうですね。ピンセット、ピンセット。私はね、 T2 どっちかというと後期型の方が好きですね。もうガチで高等練習に使う用の T2 ですね、これ。それがブルーになってると、ちょっとここあんまり思いっきりやるとあれしちゃいそうですね。ピトー管とか折っちゃいそうですね。ちょっとまあある程度ね、ニッパーで処理をしてからこれを組んでいこうかなと。今回ね、流し込み接着剤もね買ってみたので、その辺どうなるかね、ちょっと合わせてみますか。ちょっと今回パテをね用意するの忘れてしまったので、ぴったり合ってくれればいいんですけど、あ、いいじゃないですか、結構バチッと合ってるんじゃないでしょうか。いいですね。T2 ってこんなに細いんですね、機体。ちょっとね、まだバリ残ってるのでね、その辺処理したいと思います。やっぱね、プラの金型ですからね、やっぱり、あ、金属の金型もね、どんどん劣化していきますので、ロットが新しい製品でも金型が古いとね、こうバリがね、この辺ほら、これとかね、ピント合わないかな、あ、これですね、この今親指の爪で刺してるここがね、バリとして残ってしまうようですね。まあこういうのもね、プラモの醍醐味かなと思います。まあ軽く処理してあげます。これ今敷いてるカッターバンすごい高かったんですよ。これ 1000円ちょっとぐらい取られてね、すごいいい、あ、まだ残ってます。
くせもんですね。ああ、まあいいかな。まあ、今回はね、主翼と、あ、ちゃ胴体部分と主翼をね、くっつけてみるというね、まあ感じの動画ですね。ね、ちょっと説明書も参考しながらやっていきましょう。どうしますかね。コックピットだけ軽く組んじゃいますか。人乗せなくてもいいような気もしちゃうんですけどね。まあ今日はね、大きい部品切り離します。主翼を切ります。はい。T2 って主翼ちっちゃいですよね。よく飛んでたなと思うんですけど。落としちゃった。ごめんなさいね。ここね、テーブル狭くて、今 A3 のね、カッターマットの上でやってるんですけど、狭いっす。ね、ここも軽く処理してあげるといいかなと。ね、まあ大まかに平らにしておきます。この後ろにもね、まだバリが残ってるのでね。私ほんとよく怪我するんですよね、プラモ作ってると。なのでね、ちょっといつも以上に慎重になってはおりますけども、慎重になりすぎるとカメラからフレームアウトしちゃうんで、ごめんなさいね。よいしょ。合わせてみましょうか、くっつける前にね、主翼どんな感じなのか。ありました、ありました。ちょっとね、コード挟むやつでこんな風に押さえてて置いてみますわ。あとくっつける時なんかはね、あの輪ゴムで巻いたりとか、そういうこともね、皆さんやってると思いますが、あーなるほどね、こんな感じで乗るんだ。なんかもうカチって言ってついちゃったんですけど、あ、もう T2 じゃないですか。いいですね。あとね、こういうね、あ、やべ、線とかね、皆さんパテ埋めされるとね、よりピシッとねしていいんじゃないでしょうか。僕はね、あんま細かいとこ見ないんで、まあいいんですけど。すごいっすね、こんなに T2 って翼小さくて飛べるもんなんですね。あー、でもよかった。でも翼が一体成形で非常に嬉しいですね。いや、ちょっとでも今回主翼とね、胴体とね、主要なところを切り出すだけでもちょっと結構長回しになっちゃってますけど、これ編集大丈夫かな。じゃあ次はね、ちょっと一番主要部品でもちっちゃいスタビレーターをやっていこうと思います。スタビレーターって、あの飛行機でいう、まあいわゆる水平尾翼ってやつですかね。
機体のピッチロール決める部品です、部品というかものですけども、これもパチパチとね切っていきますと。ちっちゃいですねこれね、裏表間違うとかっこ悪い T2 になっちゃいますからね。 T2 ってね F4 みたいにあのスタビレーターが下向いてるんですよね。ファントムの模型ないやごめんなさい、あると思ったんですけどなかったですね。軽くぶっ刺してみましょうか。ぶすっとね、ほら機体に対して若干下向きにつくんですよね。これファントムと同じですよね。なんかね水平尾翼というかこの垂直尾翼の形状もね、なんかファントム似な感じがしますよね。もうね我流なんでね、こうやるといいよみたいなのを教えてくれるとありがたいですね。よいしょ。あと僕スナップキットとかね好きでよく見に行ったりとかするんですよね。何売ってるかなとかね。スナップキットって色もついてるし、接着剤で止めるだけでねできたりとか、もうブロックみたいに本当にパチパチやるだけでついちゃうやつもね存在してますよね。なんて便利なキットなんだとか思っちゃいますけどね。あれどっちかというとね、作るというより飾る方を楽しむもんですよね。プラモデルは両方ですよね。作ってよし飾ってよしね。いやちょっと誰かね T2 デカール欲しい人います？俺使わないんで勢い余ってちょっとこの穴2個あるんですよね。もうちっちゃい穴に刺す方を切り取っちゃいました間違って。まあそこはね左右で方向を見ながら接着剤で止めていきたいなと思います。ああなるほど、はいはいはい、だいたいわかりました。いや塗装ブーストがねある方すごい羨ましいんですけど、どうしようかな。この翼とかじゃないスタビレーター、瞬間接着剤とか使いたくないんですよね。すぐ取れちゃうんですけどね、くっつけるの待ってるうちに角度変わっちゃったりとか嫌なんで、合わせ目の隙間が気になるので、ね、その隙間ができないようにこう平らに仕上げていきます。まあこの辺もね皆さん大体でやるといいんじゃないでしょうか。ね、僕ね友達にもねプラモデル好きな子がいましてですね、その子とよくプラモデル談義をしながらね日々過ごしとるんですけども、ぐるぐる回してる。よいしょ。うん。だいたいいい感じですね。あと接着剤挿入してあげればつくかなと思いますね。うん。さっきより間もなくなりましたね。いいですね。やべ。なんでこれピトーカン別パーツにしてくれなかったんですかね。よいしょ。はい、じゃあ今回はね動画
この辺にしておきおこうかなとね思っております。今回の動画はね T2 プラモね、素組みで作る T2 プラモのと左右分割になっている胴体とあと主翼とスタビレーター、ね、水平尾翼ですねの一番大きい部品をね、切り取ってみました。次回はですね何やりましょうかね。次回コックピットやりますか。コックピットやってできればねくっつけちゃいましょうかね。あとこの前足つける部分のね部品もつけたいなと思っております。あ、やっぱりさっきのね出てきちゃった部品あれ前足でしたね。そうか、なるほど。ちょっと今回はね飛行体型にしておきたいと思うのでね足は使いませんね。まあお好みで足つけてもね皆さんいいんじゃないでしょうか。はい、でおっとっとということで今回はね機体と主翼そしてスタビレーターをねランナーから切り離してみました。それではね次回ねお楽しみに。それではバイバイ。